品質主義、顧客主義、人間主義、確かな技術で社会インフラを支える常磐エンジニアリング。株式会社常磐エンジニアリングはいわき市に本社を置き、産業機械の設計から製造、保守管理までトータルに行う総合エンジニアリング企業です。発電所やダム、上下水道の設備など私たちの生活に欠かせない公共インフラを手掛けています。常磐エンジニアリングが設計と製造、設置を担当した火力発電所の石炭運搬用ベルトコンベア施設。電力の安定供給のため365日24時間、常磐エンジニアリングの担当者がメンテナンス業務を行っています。お客様の方からと、発電を止めてしまうと電気が止まってしまうということなので、それに関して私らは24時間体制でお客様の対応ということもやっておりますので、やはりそういうところで電気というものはやはり今の社会にとってだいぶ必要なものなので、そういうところで貢献しているなという感じはします。いわき市四倉にある境川水門も常磐エンジニアリングが手掛けたインフラ施設の一つです。2011年に発生した東日本大震災後に津波対策として2018年に竣工。直接地域の方から声をいただくというのは少ないんですけれども、外の仕事で出歩いているときにどうしてもやっぱり自分が関わった現場というのはどうしても目に入るもので、地域に役立っているのかなというのは感じます。常磐エンジニアリングでは現在、経験豊富なベテラン社員がこれまで培ってきた専門的な知識や技術を若手社員に引き継ぐ伝承に力を入れています。職員全員集まって講座を受けています。現場段階で出ないと分からないこととか、先輩社員しか分からないような技術の積み重ねをその時よりで教えていただいています。常磐エンジニアリングでは働く環境の改善にも取り組んでいます。毎週水曜日には農産業デーを設定、また社員同士のコミュニケーションを図り、風通しの良い職場にするために定期的な社内イベントを開催しています。本当に男性と同じように働かなきゃいけないってことでプレッシャーがあったんですが、サポートしていただけているので、もう全然不安なく仕事をすることができています。私は育児休暇を1年取り、仕事に復帰し、今年で6年目になります。当社は福島県より働く女性応援企業として認証されております。育児に対する理解もあり、本当助かっております。私たちはものづくりを基本としたエンジニアリング事業を展開する中におきまして、地域社会におけるインフラ整備に貢献しているという誇りを持っております。何事にも積極的に取り組んで最後まで諦めないでやり通す、こういった人材を求めております。皆さん、私たちと一緒にものづくりを始めてみませんか。そしてその喜び、達成感を分かち合ってみませんか。社会インフラをゼロから形にするプロ集団、株式会社常磐エンジニアリング。